はい、この竜は YM さん、君の竜ですか。はい、対するは花火師龍。さあ10秒経ってるが、お互いダメージゼロって言ってるそばから花火師がダメージ与えたよ。そして発動しのいだ。さあ大王座ついているよ日村さん。さあ大クラスダイパー当てて走り出て、広がるエリン、これは中足、そっちなの。さあ当てる、カード当てる、いけるか。シャグレット当たってはいない。さあこれは前陣竜なのに前陣使わないで勝ってるって素晴らしい。そうですね、あの1本目はヒムロリ。さあ応援団の力で凄まじく力強くなっているか。さあ2番刻まれた、取っている、投げは忍ばれているが、さあここで出ていない。しかし一発出ないか、まだ前回の砲塔は使わずに取っとく方が価値があるって話はよく聞きますが、取った、波動電池やった。一瞬飛びを入れないで、そっちでよかったのかってドキッとしましたけど、さあ今さら これは右返しでいいのかな。さあ、さしこましく色も似てるから、帽子でしか分かんないから、パッと見どっちがどっちか分かりづらいが、はい、ってことは、何、赤い方が YM、はい、さあエースしのぎ、しのぎ返す。さあしのげばゲージが溜まってチャンスが待っている。当たってしまった、拾い切り。さあ麦はしない、おっと投げは使った。さあしのぎ返す、しかし、投げているですか。発動、逃がさない。さあここから勝負どころ、拾い切って強気だ。1本目はエース。さあ YM が取り返しに行く、3段入れて捕まえた。そして YM 発動、さあ綺麗に追い打ちも入れて足するドッコ。さあ中段の危なかったところに2回当てる、ゲージも結構いい感じ。さあ今から発動、投げる、これは美味しいポイント、発動、痛いの入れた、テイクイ、どうかな。さあ攻め続行、厳しくなってきた S。 さあ投げが空を切りまくる、発動、厳しい、捕まった。さあ2度目の同キャラ戦へ望みをつなげ、あ、勝ったんだっけ、2人勝ったんだっけ、